可愛さっすね。まだいるんやな。もう5月ですけど、まだオスの可愛さがいますね。え、なんか。うなぎかも。嘘。なんかトビが、うなぎみたいなのを取って、落っことしたみたいですね。薄葉白蝶です。何、紫ケマンとかその辺のがしょクソなんすか。青大将、うん、へえ、威嚇しております。ヨーダですね。こんな威嚇すんだ。ちっちゃい頃はね、こういうマムシに似た色彩をしてますね。怒っております。めっちゃ怒ってる。ほら怒ってます。青大将です。お、すげえ飛びかかり方をするな。これなんかこの後ろの方と前の方で色合いがこう微妙に濃淡というか違うんすね。綺麗ですね。畳みたい、畳の模様みたい。頭がね、頭をこう横に広げるんすね。これもマムシに擬態してんのかな。こう頭を三角形にしようとしてんですかね。これこう不格好なぐらい頭が広がってますね。口をあんぐり開けております。あ、逃げた。はい、通常状態。青大将テロテロしてます。動く動く動く。こんなところで、あの青いワンポイントは非常に綺麗ですよね。すげえ浴びてる。冷たくねえのかな。結構上流の水ですけどね、これ。ね、この羽、青い羽すげえ綺麗なんですよ。お、いいねいいね。非常にいい感じ。あー、いい感じ。流暢です。お、餌取ってますね。探してるね。カワガラスです。全然白黒って感じでよくわかんないな。もうちょっとでかい絵が撮りたいっすね。これ何してんだ、探してんのかな。水浴びてんの。すごいね、ダイブの仕方がピョーンって感じ。はい、またヨーダですね。この赤いいね。ジムグリです。いいですね、ジムグリ。ちょっと道路上にいるんでね、危ないですけど。はい、こちらが上面の図。なんだか不思議な模様ですよね。こいつも攻撃的ですね。顔は非常に穏やかな顔してますけど、今飛びかかってきましたね。カマ首をもたげてるっていうんですかね。攻撃姿勢になってますけど。やるんかい、やるんかい。ここ道ちた。あんま見えてないんだな、これ。すごい量のお玉っすね、これ。酸欠でしょうか。すごい、もうだいぶ厳しそうな感じになってますけど、大丈夫なんでしょうかね。天ですね。なんかマーキングしてますね。
顔黒いね。お、なんだ、なんか食べてる。気づいたんか。登っていってしまった。お、鳥が逃げていきましたね。寝転がってますね。なんなんやろ。寝てるね。寝ておりますね。道路からどのぐらいかな、10メートルぐらい上がったところですね。に上がっていって、そのまま寝ちゃいましたね。若原イモリ。まあ、こいつも道路の上にいたな。危ないっすね。結構山あいなんだけどな。いるんですね、イモリ。あー、綺麗っすね、モリアオガエル。バカでかいっすね。どんぐらいのサイズがあるかな、これ。7センチ、8センチくらいありそうっすね。うわ、綺麗っすね。モリアオガエル。メス、でかいっすね。なんだろう、この背中の模様。こんなんだったっけ、モリアオって。モリアオガエルでございます。おー、いいね。なんか背中ちょっと怪我してんな。なんだろう、やっぱ背中ちょっと怪我してんのかな。擦れてるような跡がありますね。で、水かきもすごいね、これ。で、光彩も結構赤みを帯びている。わかりやすいやつですね。はい、覆面こんな感じ。ザラザラでございます。はい、カジグガエルです。こんなところで見るとは。泣いてたんですけどね。あのピフィ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 とかいう声の主でございます。もうぺったんこでわけわからんすね、カジグガエル。ちょっとサイズ感がわからないな。こんな感じです。はい。光彩が開いてるバージョンですね。カジカガエル。こいつでかいな。さっきの小さかったんですけどね。今回のでかいっすね。サイズ的にはこんな感じ。どのぐらいかな。4センチぐらいかな。あまりにぺしゃんこだな、これ。ど根性っすね。引かれたんじゃねえかってぐらいぺしゃんこですよ、これ。あー、シュレーゲルアオガエルでございます。こいつも綺麗だな。なんすか、この風みたいなの入ってんの。ほら、うわ、綺麗。何この星空みたいな。こんな模様もあるんですね。いい顔してるね。アマガエルと違ってね、あの目の前後を通る黒いラインがありませんね。動かなくなりましたね、ひっくり返したら。あ、いい感じ、いい角度。アマガエルです。ごめんな、眩しいな。